この番組はご覧の提供でお送りします。皆さんこんにちは、ミコ TV のまいです。始まりましたミコ TV ミステリー部通信。6月度は滋賀で一番元気な商店街、彦根市の花勝負通りからお届けしています。さてこちらには清泉大学の学友会の皆様にお越しいただいています。川野さんと堤さんです。お願いします。お願いします。お願いします。後ほどお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。はい、ここからは彦根湖東エリアのイベント情報コーナーです。イエーイ。はい、それではそれでは VTR スタート。どうも皆さん、豊里町の大川です。この間小林さんを見まして自然すぎてびっくりしました。また新メンバーが入ったということで、またぜひ伺える機会があれば伺いたいと思います。今回は豊里町の観光施設を一つ案内いたします。まあちょっと後ろの方にもあるのはあるんですけど、こことは別でして伊東忠兵衛記念館という場所を紹介します。伊東忠兵衛記念館は伊東忠商事で丸紅株式会社さんの創始者である伊東忠兵衛さんの生まれた家でありまして、当時では珍しい西洋風のバスルームや伊東忠兵衛さんの息子さんである2代目の伊東忠兵衛さんの海外旅行に行った時のバッグなどさまざまなものを展示しております。豊里駅から歩いて5分ほどの距離にありますので、皆さんぜひお越しください。では皆さん、暑い中ロケと収録頑張ってね。5分、この前1時間半ぐらいかかったんです。なんで？髪に髪まくって皆さんこんにちは、近江鉄道鉄道部の伊藤と申します。本日はですね、近江鉄道のまた7月からの、メインのイベントをご紹介したいと思います。もうこちらにありますポスターのですね、夏だビールだビア伝だ、近江ビア伝星空生ビール号が、7月の1日から運行を開始いたします。ただいまですね、絶賛予約の方受付をいたしております。こちら全席予約制となっておりますので、先にお電話にて予約をいただければと思います。車内ではですね、今回は千成亭さんのローストビーフサラダ、こちらの方をご用意しておりますので、また詳しくはホームページをご覧いただければと思います。彦根と近江八幡、そして妖怪寺の駅から、発車いたしまして、2時間ビールそしてチューハイ、飲み放題となっておりまして、お料金の方3300円となっております。ぜひですね、この暑い夏をビールでグッと、涼しくなっていただければなと思います。またニコテレビさんでは、取材の方にお越しいただけるということをお聞きしておりますので、ぜひビア伝遊びに来てください。お待ちしてます。皆さんはじめまして、2016年彦根お城大使の小山睦美と安松花子です。今日は彦根お城大使になって初めてのお仕事です。これから1年間彦根の PR をどんどん行っていきますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。それではお城大使の安松花子からこの夏のおすすめのイベントを紹介します。まずは8月1日に行われる彦根大花火大会、こちら日本で唯一彦根の花火が打ち上がるとても魅力的な花火大会になっています。彦根ファンの方はもちろん、これから彦根ファンになる方も皆さんふるってご参加ください。では2つ目のおすすめイベントを私小山がご紹介いたします。2つ目は8月8日に行われる彦根囃子総踊り大会です。銀座商店街で行われ、飛び入り参加もぜひ可能ですので、皆さんふるってご参加ください。彦根も当日は参加するので、ぜひ来てください。私たちもイベントに参加しますので、
イベントでお会いしましょう。皆さん、彦根にお越しください。お待ちしております。今回も素敵なイベント情報をくださいました。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。素敵なイベントが本当にたくさんございましたが、いかがでしたか皆さん。すごいですね、花火めっちゃ行きたい。すごいですね、彦根の大花火大会ということで、はい、唯一彦にゃんが上がる、すごいですよね。8月1日ですよ、はい、ファンにはたまらないですね。そうですね、でもこれからファンになるかもしれない。花火を見て彦にゃん可愛いってなるかもしれないんでねはい、また8月8日の銀座商店街で行われます盆踊りも、本当に去年あのロケ行かせていただいたんですけど、そこも歩行者天国になって皆さん踊られるのですごい迫力があるお祭りです。はい、して去年行きました。あ、そうなんですか。本当に私清泉大学からも数名参加してるんで、ね、今年も多分参加すると思うんで楽しみですね頑張ります、はい。また彦根お城大使、はいはい、2016年のね、はい、ちらっとちらっとね、ゆきやくんね、僕ね、はい、あれちょっとね、選ばれておめでとうございますということで、お前はね、反省しろ反省しろよ、はいねえ、そして小山さんからのおすすめイベントはね、はい、その銀座商店街の、そうですよね、はい、盆踊りと、はい、安松さんからその花火大会のね、彦根にゃんの、はい、花火大会がおすすめということで、かわいいですね、お二人ね、はい、素敵ですね、素敵ですね。これからね、はい、また、はい、ぜひあのニコ TV の方でもゲストとして遊びに来てください。来てください。そして次に近江鉄道さんの、はい、始まりますよ、始まりますよ、はい、見分ける、見分けますね、大好きでしたちょうど誕生日お二人迎えるんで、そうですね、二十歳になって、はい、ぜひお姉さん揺られながら飲めるビールは最高だと思うのでぜひね、7月1日から9月3日まで長い間期間のやられてますので、皆さんぜひね、予約制なのでお早めに皆さん予約して行ってみてください。はい、ローストビーフサラダというか、すんなり亭さんの、はい、あ、絶対美味しいですね、ビーフにも合います、合いますね今暑いからすごく飲みたい、本当ですね、ちょっと手を伸ばしかけて、ダメですか、ダメですか、まだ朝なのでまだ早いです、はいはい、そして豊里町からね、はい、大川くんが毎回あの面白い登場の仕方をして、ね、全然飽きないんですけども、はい、今回はなんと忙しくて15分遅刻されたの忙しくてなのか忘れていたのかはちょっと知りませんけれども、おそらく忙しくていい方にね、はい、はい、でも面白いですね、面白いですね、はい、ぜひね、また来てほしいですね、会いたいですね。あったんですか。そうなんです、この前ね、あのお仕事で会いまして、ばったり大川くんやと、おはようございますって全然素通りされて、え、ちょっと待って、ちょっと待ってって言ったら、あの気づいてもらえたんですよ、なんか綺麗すぎてって、あら、やだー聞き逃してたわ、聞き逃してたわ、そこもう一回見てください、ありがとうございます、はい、で、伊藤忠兵衛記念館ということで、豊里駅から徒歩5分ということで、はい、皆さんぜひ、はい、訪れてみてください。はい、はい、さて、そして今回ゲストの清泉大学、学友会の皆さんからもお知らせがあるということで、はい、はい、お願いします。はい、11月の19日と20日の土曜日と日曜日に本校の学園祭があります。毎年恒例の芸人さんを呼んで楽しいイベントにしたり、私たちからもいくつかステージの企画を準備しまして、在校生も新しく見に来たお客さんたちもみんなが楽しめるイベントにしますので、ぜひ遊びに来てください。はい、すごいですね、芸人さんが来られるんですか、毎年、はい、呼びます、頑張って呼びますえ、ちなみに今年はもう決まっているんですか、来られる芸人さんは。一応候補の方は挙げてて、そこからちょっとまだ誰が来るかはまだお楽しみに、楽しみに、楽しみですね、誰が来るのか当日、はい、当日、ぜひ来て
笑ってください。はい、はい、ということで今回は清泉大学学友会の皆さんとともに彦根湖東エリアのイベント情報をと、そうですね、清泉大学の11月に行われます学園祭の情報をお届けしました。はい、詳しい情報はニコ TV 彦根 TV のホームページでご覧いただけます。自然、歴史、ドラマや映画のロケ地の、場所をですね、視野で旅行を楽しんでください。はい、近江鉄道さんをご利用いただけますと電車の旅も楽しめますよ。はい、それでは続いてのコーナーもお楽しみに。